ミゲル・デスカルテス・バティスタ・ヘレスは、ドミニカ共和国サントドミンゴ出身の元プロ野球選手、右投右打ち。また、作家や詩人としても活動している。1988年にアマチュアフリーエージェントで、ピッツバーグパイレーツと契約を結び、プロ入りを果たす。1992年4月11日にメジャーリーグデビューを果たす。1996年はフロリダマーリンズでプレーした。1997年はシカゴカブスでプレーした。1997年12月12日にヘンリー・ロドリゲスとのトレードでモントリオールエクスポズへ移籍した。2000年4月25日にブラッド・リグビーとのトレードでカンザスシティロイヤルズへ移籍した。2001年はアリゾナダイヤモンドバックスと契約を結び、スウィングマンとして先発、中継ぎを行き来しながらも48登板で 139.1 回を投げ11勝、4ホールド、90奪三振、防御率 3.36 を記録した。2002年は主に先発として起用され、36登板で 184.2 回を投げ8勝、2ホールド、112奪三振、防御率 4.29 と2桁勝利は逃したものの、先発ローテーションに定着した。2003年も先発として起用され、36登板で 193.1 回を投げて10勝、142奪三振、防御率 3.54 で2完投も記録し、自身の先発キャリアとしては最高とも言える年だった。2003年12月12日に3年総額$1,310万でトロントブルージェイズへ移籍した。2005年はクローザーとして31セーブを記録した。2005年12月27日にトロイ・グロース、セルジオ・サントスとのトレードでオーランド・ハドソンと共にダイヤモンドバックスへ移籍した。2006年開幕前の3月に第1回 WBC のドミニカ共和国代表に選出された。シーズンでは先発ローテーションに定着し、2桁勝利を挙げる活躍を見せた。3年契約を満了し、オフに FA となった。シアトルマリナーズでの現役時代2006年12月14日に3年、総額$2,500万でシアトルマリナーズへ移籍した。2007年はチーム最多の16勝を記録した。2008年は6月25日にシーズン10敗目を喫し、その2日後にバティスタはメディアに対し、腰と脇腹付近に痛みを抱えていることを明らかにし、このチームで痛みを押して投げ続けているのは、この僕だけだ。他の選手は痛ければ故障者リスト入りしたり、登板を回避している。でも僕はそうしていないとチームの不満を語った。先発と中継ぎで44試合に登板し、自己ワーストの14敗でシーズンを終えた。2009年は4年ぶりに先発登板なしに終わったが、登板の約3分の1が2回以上を投げるロングリリーフだった。シーズン終盤には頭を反り上げ、最後の8試合で無失点を記録した。ワシントンナショナルズでの現役時代2010年1月29日にワシントンナショナルズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加した。7月27日に昇格し、その日のアトランタブレーブス戦では、当初スティーブン・ストラスバーグの先発が予定されていたが、試合開始直前に登板を回避したため代わって2年ぶりに先発登板した。5回無失点の投球で初勝利を挙げたが、ストラスバーグの登板を期待していた観客からブーイングを浴び、その感想について問われた際に、ミスユニバースを見に来て、ミスアイオワが出てきたら、こういう反応になるよ、とコメント。この発言に対し、アイオワがバカにされたと、ミス・アイオワのキャサリン・コナーズが抗議したため、決してミス・アイオワの美貌を否定したわけではないとコナーズに花を送り、謝罪の電話。さらに30日のナショナルズパークでの試合に招待し、始球式で投げたコナーズの捕手役を務め、ツーショット写真を撮り、コナーズは、彼は最高。恨んでなんかいないわ、とコメント。これがきっかけで10月に行われるミス・アイオワの審査員をすることになった。2011年1月14日にセントルイス・カージナルスとマイナー契約を結び、招待選手として参加したスプリングトレーニング中のプレシーズンゲームで8試合に登板して防御率 1.59、ホイップ 1.32 の投球を見せ、開幕メジャー入りする。しかし6月まで29試合の登板で防御率 4.60、ホイップ 1.57 の成績を喫し、特に予試球率 5.83 と制球に苦しんで6月22日に自由契約となった。2011年7月4日にニューヨークメッツとマイナー契約を結んだ。また、この年の最終戦では完封勝利を飾った。2012年1月10日に再びマイナー契約を結んだ。シーズンに入ってからは1勝3敗。防御率 4.82 を記録した。7月22日に DFA となり、7月26日に放出された。2012年7月27日にブレーブスと契約を結んだ。2013年1月19日にコロラドロッキーズとマイナー契約を結んだが、3月25日に自由契約となった。その後、4月9日にブルージェイズとマイナー契約を結ぶも、5月21日に自由契約となった。150キロを超える速球とスライダーやカッターが持ち味。ブルージェイズに所属していた頃はクローザーを経験したこともある。野球選手以外に作家、詩人という一面も持つ。2006年にはバティスタ自身が手掛けた推理小説『地の復讐』はフェニックスを舞台としており、警察の捜査官や弁護士などに取材をして執筆した。ありがとうございます。